はい、それではピオ将棋のレベル、さっき12やりましたので、13ですかね。13をいきたいと思います。よろしくお願いいたします。とうとう相手のレーティングが1000まで来ましたね。そろそろ油断がならないというところか。おっと、また中飛車で来るか。まあ、とりあえず、ここついといて、向かい飛車。あ、ちょっと待って、大丈夫かな。これ、桂、いや、銀で取ると5七角打ち込まれたら6六角で打たれてるから同銀でいいのかな？いや、しかしこれ、5五歩突かれたらどうしたんだろうっていう、ちょっとなんか怪しいところがちょっと若干ありました。おっと、4五角とか、あ、なんか怪しいことやってくるな。これはどうしたらいいんだろう。6八、あ、でもこれやばいな、これ。ちょっと、いや、これやばい！やばいぞ、これ。やばいぞ、これ。何がやばいって、相手のさ、中飛車の歩が伸びてきたのがやばいですよ。これ、桂馬跳ねて、なんかやだな、これ。あ、これやだな、これ。とりあえず、歩を一歩交換して、一歩交換させてください。いや、これね、いわゆる筋違い角なんですけど、なんかね、相手の、そうそう、これね、こう、止めときたいな、なんか。うん、あ、これまずいな、これ。これはまずい。これはまずいですよ。まずい。まずい。あ、でもこれ6、6、5角あるやん。よく見たら。え？これは、え？でもこれ同飛車でさ、うん、そこで4三角成。よく見たらこんな技があった。ええー、それは銀取りますね。あ、てか飛車で取りますね、これは。あ、いや、どうしようかな。うん、馬で銀取って、よく見たら相手隙だらけだったな。まあ、これは引いといてね。やばいと思ったところが隙だらけというと、桂馬をもらって、これは取っていいんじゃないの？うん。まあ、そうですね。これは、まあ、桂馬とか打っても勝ちそうですね。うん、まあ、でも、これ一回金を取って、同飛車とするとね、まあ、さらにこう、歩打ちのこの、いや、ちょっと序盤戦ね、筋近い角で嫌な形になってちょっと嫌だなと思ったんですけど、やっぱり、ピオ将棋このぐらいのレベルは、さすがに、ちょっと、ね。そんな実力で私と対峙しようなどと。さあ、これは、まあ、普通に取りましょうか。これはならない方がいいかな。さあ、これも普通になって、と金を作って、まあ、普通にこうね、うん。で、これは遊び駒をね、こう活用していくんですね。やっぱりね、全部の駒を使って勝つというのが、やっぱりね、将棋では一番気持ちいいことですので、これはね、きび、あの、まあ、厳しい方でいきましょうか。おっと、形作りが出たか。まあ、これ、うん。手順に竜が作れて、大優勢というところで、これも同金と取ってね。これも同竜でいいんですね。うん、これも同馬でいいですね。はい、ありがとうございました。たったの3分くらいで終わってしまいましたね。うん。まあまあまあ、棋譜解析してもしょ。お？いや、これもさ、なんか、これもおかしな話ですよね。後手優勢がさ、マイナス900点ぐらいまで後手優勢に振れてるっていうのも、こんな序盤でさ、おかしいですよね。うん、ちょっとなんか疑問ではありますけど、よくわかんないですけどね。まあそんなわけでね、レベル13も無事に勝つことができました。どこまで快進撃が続けられるかというところですね。